MLB 公式サイトは20日、日本時間21日までに、エンゼルス・大谷翔平投手28の移籍先可能性ベスト29球団をランキング形式で上げる記事を掲載した、最も可能性が高いのはアナハイム残留かもしれないが、23年に来ているかもしれない他のユニフォームについて、考える楽しみがなくなるわけではないとして、各球団の事情を紹介。 1>, 1位には先発投手がフリーエージェントとなるメッツを挙げた。以下は順位と主な理由。最適チーム5。1位メッツ先発ローテーションのレグロム・ウォーカー・バジットが FA となる。シャーザーは38歳となる。オーナーは資金力があり、ニューヨークは市場は大きくスターを求めている。大谷翔平がエグンに加入した時に入団交渉したエプラー GM がいるのも利点。 2位ブルージェイズ DH がフレキシブルであり、余剰保守を大谷翔平とのトレード要因に使える。左打者が必要。先発はストリップリングが FA で、リュウ・ケンブリが故障。ベリオスと菊池雄星は安定していなかった。3位カージナルス・プホルスとモリーナが引退し、先発ウェインライトも最終年となる。MVP ゴールド・シュミットナンや主も36歳になる。DH が開く。 近年もアレなどゴールドシュミットと大物をトレードで獲得してきた歴史もある。4位ヤンキース今季もトレード期限間近にオファーをした。ビッグスターには常に注目する。ジャッジを別にすると大谷翔平以上の打者はおらず、しかも投球もできる。ただし大谷翔平を獲得すると DH のスタントンをより多く外野手として出場させる必要がある。 5位ブレーブスエグンのミナシアン GM が以前3年間所属していた。22年は DH が穴となっていた。若いトレード候補は豊富。トレード候補から外せない球団。5位タドレスエプラー GM はトレードに関心を持つ。ソトやヘイダー、ノラ、ベルト最近も果敢に行った。大谷翔平が18年にエグンに移籍した際、パクンも最終候補に残っていた。 マイヤーズ、ベル、マナイアラで5000万ドル、約70億円分の契約が満了を迎える。エンゼルスが一緒に仕事をしたくない球団。7から9位ドジャース、マリナーズ、レンジャーズ、ドジャースはいつも最高の才能を求める。財政面も豊かでトレード候補となる有望株も豊富。マリナーズは適する。チームが若く、先発投手も打者も公開要因がいる。 レンジャーズはセミエン、シーガーと打者を補強してきたが、ローテーション投手は足りない。マグントレグンは同地区、相手の有望株を枯渇させるという意味が浮上する。再建のきっかけになりそうな球団。10から12位、レッドソックス、カブス、オリオールズ。この選手を出せるので聞いてくれ。球団。13位、レイズ1年分なら年俸を支払うことができる。 うまくいかなければ、シーズン途中で再度トレードに出す。昨年も大物フリーマン、ブレーブスからドジャースに移籍した獲得に名乗りを上げていた、長期契約を視野に入れる、球団。14位ジャイアンツ打者の補強が必要。地元が近いジャッジの獲得が優先課題となる、リーグ優勝球団。15、16位アストロズ、フィリーズアストロズは、すでに DH、ローテーション投手ともに揃う。 フィリーズもフルタイム DH に飽きがない。この動きをするつもりがない。コンテンダー球団。17から20位ブルワーズ、ツインズ、ガーディアンズ。上昇中だが実際には適合しない球団。21から23位ロイヤルズ、ダイヤモンドバックス、マーリンズ22年が負け越しで、2球団は新監督。少なくとも23年は大谷翔平を雇うことはないと見られる。 23年を争うにはまだ早い球団24から29位ナショナルズパイレーツレッツアスレチックスロッキーズタイガース大谷翔平がエグンから放出されるとすればペナントレイズを勝てるかどうかわからないからどう程度かさらに悪い状況の球団に行くことはない大谷翔平2年連続でオール MLB チームに選出されるか エンゼルスの大谷翔平投手28は2年連続で選出されるのか。米大リーグ公式サイトは20日、日本時間21日にオール MLB チーム投票で選択が最も難しい5部門を紹介した。メジャー全体のベストナインに相当するオール MLB チームは、 ファン投票などで、アリーグ、ナリーグの区別なく、ファーストチーム、自転の選手で構成される、セカンドチームを決定する。先発投手は5人、救援投手は2人、保守、内野手、DH は1人、外野手は3人が選ばれる。大谷翔平は2年連続で先発投手、DH の2部門で候補者に入った。 昨年は DH でファースト、先発投手でセカンドに史上初のダブル選出された。同サイトは遊撃手、外野手の次に大谷翔平とパドレスのダルビッシュ有投手36がリスト入りしている先発投手部門を挙げた。ちなみに4番目は救援投手、5番目は三塁手としている。 ファーストチームの5枠中、サイ・ヤング賞投手のジャスティン・バーランダーとサンディアル・カンタラは確定。残りの3枠を21人から選ぶわけだが、候補にはまずサイ・ヤング賞ファイナリストの4人。シース、ホワイトソックス、マノア、ブルージェイズ、フリード、ブレーブス、ウリアス、ドジャースを挙げた。さらに、ヤンキースのシーズン脱三新記録、257を更新したコール。 キャリア2番目に良い9月の当番成績5勝1敗防御率1.8544奪三振でパドレスのポストシーズンで押し上げたダルビッシュ1920年以降では7番目の44回3分の1連続無失点を記録した ゲイレン、ダイヤモンドバックス、同一シーズン新記録2の25試合連続クオリティスタート、6回以上を投げ、自責点3以下をマークした、バルデス、アストロズをプッシュした、そして大谷翔平だ。話題から外せないのが、MVP アワードの中で、今季が自身最高の投球年だったと語った、大谷翔平。 空振り率、三振率、予想防御率は90%イる全体の何に位置するかだった。先発投手してエリートクラスであることを強調した。今期の賞レースでは厳しい結果が続いている大谷翔平。2年連続の快挙はなるか。投票は22日、同23日に締め切られ、12月5日、同6日に MLB ネットワークで発表される予定だ。